うわー、見ました、今跳ねましたね、青ですよ。太陽が沈んでいく。来た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 ぞー。あー、やべ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 。釣りアクティビをご覧の皆さん、こんにちは、山根です。今年もやってきました、青魚シーズンでございます。昨年はですね、2泊3日、撮影させていただいて坊主を食らいました。はい、まあ、坊主当たり前の青魚釣りなんですけども、やっぱりね、皆さんにね、大きくて、太くて綺麗な魚をね、お見せできなかったことが、まあ、すごい去年の、まあ、一つ、心残りではありました。たくさんのねコメントをいただいて本当に嬉しかったです。本当皆さんありがとうございます。ということでね、2023年、今年も、青魚釣り、撮影させていただきたいと思います。去年の動画、一昨年の動画を、ご覧になられた方は、もうご存知かと思いますが、初めての方もいらっしゃるかと思うんで最初に言い訳をさせてください。本当にこの青魚という超巨大魚ね、180センチ、夢は2メートル、100キロ、こんなでっかい淡水魚をこれから狙っていくんですけども、なかなか釣れない釣りなんですね。1週間10日当たりがないなんて当たり前、1ヶ月半年釣れないこともあります。運がいい人はサクッと釣れますし、上手な人でも運がない人は1年かかってしまう、2年かかってしまう、そんな、対象魚です。なので運に身を任せて巨大魚釣りをね、明日の朝から楽しんでいければと思います。ということでね、今利根川にもう到着しております。あいにくのね大雨なんですよ今ね。車が時折揺れるぐらい風が吹いてて、ちょっとね外で準備できないんで、まずは車内をすごいカンファタブルな感じに、今整えたところです。というのもこの青釣り、2泊3日間ずっと餌を入れ続ける釣りです。なので車で休みながらずっと魚がかかるのを待つというちょっと特殊な釣りになります。皆さんがね普段やってるような、釣りとはちょっとかけ離れたかなり大掛かりなね、釣りになりますけども、どんな釣りにも共通点があると僕は思っています。魚釣りの醍醐味だったり、魚釣りを続ける理由、そんなことを共感していただけるような2泊3日の長考になればいいなと、思っていながら、僕なりに僕目線の、撮影を心がけたいと思いますので、まあ僕になったような気分でね、疑似体験としてこの動画を楽しんでいただければと思います。2023年の青魚釣り始めていきたいと思います。ちょっとまずいんじゃないのってくらい降ってるよね。やばいやばい、波乱の幕開けやな今年は。はい、皆さんおはようございます。朝になりました、雨も上がりました。すごい荷物の量なんです、青魚釣りって、ね、その荷物を釣り場まで歩いて、持ち込みます。草が伸びておるな。はい、到着です。今年も去年と全く同じ場所、全く同じ釣り場です。ここで準備していきたいと思います。あ、重たい。おお、青跳ねた、早速いるぞ。朝はよく青魚が跳ねます。なので定点でカメラを回して青魚が跳ねるところを狙いたいと思います。 OK、 録画スタート。よし、次竿を持ってきましょう。めちゃくちゃ水が溜まっておる。こんなにありますね。これが車にあると僕も寝るスペースがないので、昨日は外で一晩過ごしてもらいました。古い石台竿です。本当に30年40年前の石台竿だと思います。まあ青魚っていう魚のサイズ感、これはね、まあアベレージで130センチから140センチ、30キロから40キロぐらいが、まあ平均的な大きさかなと思います。で、リールです。アブ1万番ペンのロングビーチ2台あります。台湾の昔の
C ラインだっけ。そうだね、 C ライン、左リールですね。アブもう一台釣り場に出てます。こんな感じでリールを乗せていきます。エサです。タニシです。あとでゆっくり時間があるので、たっぷり仕掛けやら、付け方やらもろもろご説明します。うわー、見ました。今跳ねましたね。青魚ですよ。青魚います。めっちゃ仕掛け近いじゃん。まだ入れてないけど、すごいね。すごい跳ねたね。いるよ青魚。期待できるんじゃないですかこれ。はい、今7時15分です。やっぱり2時間ちょっとかかりましたね。でもね、やっと仕掛け完成しました。針をセットしていきたいと思います。でね、たった今跳ねましたね。ドカーンって130、140センチぐらいありそうな青魚がね、目の前で跳ねました。ちょうどブレイクラインでしたね。ブレイクラインの終わりがけのところ。ということで一本ずつ丁寧に投げ込んでいきたいと思います。はい、今7時50分です。6本仕掛けをセットしました。もうここからはね、1分後に来るかもしれないですし、最終日のね夕間詰めに来るかもしれません。まあ来ないかもしれません。いつ来てもおかしくないです。もう釣り針が水中に入っていればね、何が起こるかわからない。これが魚釣りですよ。どんな釣りでもそうです。キープキャスト、投げ続けることで成果が出ることもありますね。僕らはこういうのをパワープレイって言いますけど、ね、技術も運もない、じゃあ投げ続ける、ね、これも一つの、魚釣りのテクニックだと思います。今日から、3日後の日暮れまで、みっちり釣りをします。ずっとこのタニシ入れっぱなしにします。そんぐらいタフな餌なんで、仕掛けの入れ直し、これは1日に、2回です。朝の6時ぐらいと、まあ、夕方4時ぐらい、12時間に1回ぐらい回収して、針先が傷んでないかとか根がかりしてないかとかを確認するって感じですね。アオウっていう魚はね、昼でも夜でも餌を食べる魚です。あんまりねメリハリがないというか、朝釣れる時もあれば昼釣れる時もあれば夕方釣れる時もある、そんな魚なんで、こうやってね餌を入れっぱなしにするってことが一つ有効な、釣り方だと僕は思ってやっております。町の釣りなんですよ。で、まあ、僕もねそんな60時間もね寝ずにここでずっと待ってるわけにもいかないので、檻を見て車で待機したいと思います。ここからね車までちょうど 100m 弱ぐらいあります。そんな 100m 先でも、当たりを知らせてくれる優れものをちょっと持ってきたいと思います。じゃん、バイトアラームです。こんな感じで、無線式バイトアラームなんて僕らは呼んでるんですけども、スイッチを入れます。音が鳴りますね。この間に糸をかませておいて、じーっと糸が出てくと、ここにローラーが入ってるんですけども、このローラーが回ってセンサーが稼働して無線で信号を送ります。で、僕の車にトランシーバーがありますんで、そのトランシーバーがこの信号を、探知するとビビ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 
これで夜寝てても、魚がかかればね、あたりが分かるという仕組みです。この青釣り必需品です。もうこれがないとね、もう河原でずっと待ってないといけないんで。ということでバイトアラームを今から6本設置していきたいと思います。はい、お昼です。まだまだですよ、初日のお昼なんで。まだまだこれからです。こっからはね、青釣りで僕が今使ってる釣り具を少しだけ紹介したいと思います。まず釣り竿、石台竿です、古い石台竿です。ものすごい年季入ってます。でリール、これも石台用の両軸リールだったり、船釣りで昔使われていたような、タイプのリールですね。でラインはナイロンの22号にしております。まあ去年も言ったんですけども、まだまだ現役なんですよ、この30年も経ったね、釣り竿が。まだまだこの竿でね、僕は夢が見れると信じてるので今年も使っております。はい、青釣りで使ってる僕のまあオーソドックスな仕掛けをご説明します。まあ、まずはパイプ天秤ですね。石台釣りとかに使われるような天秤です。でここはね、根がかりがすごい多い場所なんで、ステイトですね、まあ簡単に重りが切れるような細い糸を使ってたりします。でまあ寄り戻しがついてハリスですね。ハリスはね P ラインです。 P ラインの10号ね使ってます。針はソイ針の19号とか20号とか使ってます。めちゃくちゃちっちゃいですね。40キロ50キロっていう魚を狙う針としてはとってもちっちゃいんですけども、アウをまあまあ警戒心高い魚だと僕は思ってます。大きい針はねなかなか吸い込んでくれないんです。なので軽いことをまず大優先にして、そして針先が鋭くてあとちょっと弱い針を使ってます。針が引っかかってしまったと、その時にグーッと引っ張り合いすると針が伸びて帰ってきます。そうすると天秤が、水中に残らずに済みますんで、僕はね、この青釣りでは、針が一番弱くなるようなシステムを心がけて、まああと細かいところはねいろいろ試行錯誤しながら毎年ね仕掛けは作ってるんですけども、まあ基本はこのスタイルでやってます。で今これついてるのはエコおもりっていう自然に帰るおもり、まあ、鉄のおもりですね。鉄おもりこれ30号ね。でまあこれね結構高いんですよ。高いしコロコロ転がるんすよ。まあちょこちょこ使っては見てるんですけども、まあ、逆に結構値がかかるね。なので去年は鉄筋とかも使ったりしてたんですけども、まあ今年はこういうねスパイク型でかつ穴が開いてて表面積を大きくしてるようなね、転がらずにその場でとどまってくれる根がかりづらい重り、さらには羽を生やしてみたりとか、まあこれは去年もやりましたけども、とにかく転がらないように石と石の間に挟まんないように意識した重りだったりとか、まあいろいろ試してますね。魚釣りなんで試行錯誤が楽しいんですよ。どれが正解か分かりません。魚釣りの世界なんでね、自分がいいと思ったものがいいんですけども、まあ迷走しております。ハリスを結んだ先にピロッと伸びてます。これね鯉釣りでは一般的なヘアリグって呼ばれる仕掛けなんですけども、このピョロッと出た糸にタニシを結びます。でタニシをじゃあつけていきましょう。気分、これはかまぼこの板ですね。何でもいいです。はい、タニシ生きてます。これをね一つの針に3匹つけます。キリ、こいつでタニシに穴を開けます。結構硬いんでねちょっと力入りますけど、ブスッと刺します。これ鯉釣り道具としてはニードルって呼ばれるボイリーを刺すための道具なんですけども、ルアー釣りだとジギングのアシストフックを作ったりするときに使います。先端がねちっちゃい鍵みたいになってるんですよ。これをさっき開けたこの穴に通します。針の先端にある B ラインの輪っかに引っ掛けて、通します。ストッパーをこの輪っかに通し引っ張るとここが引っかかってね止まります。
あとはちょっと整えてあげて完成。こんな感じね。でもう一個明日から使いたいと思ってる釣り具があるんです。じゃん、これやばくないですか。ミサイルっすよ、ミサイル。めちゃくちゃぶっ飛んでいきそうな形してますけども、これは巻き餌をするための道具です。もうね、はっきり言って意味あるかどうかは置いといて、ね、効果あるかは置いといて、使ってみたくなるじゃないですか、こんなのね、売ってたら。もうね、これはね、青釣りに限ったことじゃないと思うんですよ。どんな釣りにも共通することで、まあ、新商品だったりとか、ね、自分好みのものが見つかると、これは買って使いたくなる、うん、ね、これ、ヨーロッパの鯉釣りでよく使われている道具なんですけども、開けると中に餌を入れることができます。ここにタニシを詰め込んで閉じます。ほんでバーン投げます。投げて水面に着弾すると開きます。で巻き餌が落ちるという、そういう優れものなんですけども、これも使ってみたくてしょうがないということで、まあ、今日はねスコップでバン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 広範囲に巻いたんで、明日の作戦としては付け餌が入っている場所にピンポイントで、ミサイルを投下したいと思います。ということで、そんなこんなでやっぱ魚釣りって楽しいんですよ。こういう道具をね、いろいろあだこうだ考えながらやるのもね、ルアー釣りだけじゃないです。こういう道具にこだわって楽しむのは、餌釣りもね、こだわり出すと楽しいんですよ本当に。こうして道具がどん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 増えていくんですけども、それが釣りの醍醐味の一つです。まあ、そんなこんなで、僕はね釣れてませんけども、めちゃくちゃ楽しんでやっております。はい、もうこれで6年目かな。もうずっと同じ場所でやってます。最初来た時は草ぼうぼうだったんですけども、毎年ね、鎌持って、草刈りして、釣り竿を作ってます。利根川めちゃくちゃ広いです。青は霞ヶ浦にもいます、北浦にもいますね。すごい広範囲に青を生息してます。ポイントもいっぱいあります。なので青釣りね、始めてみたいなって方は、まずはね鎌と、まあできればディーパー持ってね、魚探をかけて、ここ良さそうだなって場所を見つけて、自分で草刈りをするやっていただければと思います。まあ、あんまりこういうこと言うのもあれなんですけども、まあ、こういった大掛かりな釣りで、町の釣りで巻き餌もする釣りってこともあって、自分の釣り竿は自分で草を刈るっていうのが青釣りをやってる方々の、まあ、暗黙の了解というか、まあ、ローカルマナーとして、浸透しているようですね。餌巻くぞ、餌巻きだ、青尾さん、餌の時間やで、行きます。雨なんでね、この後雨の中でも撮影できるようにテントの中にハンディカムを定点で設置したいと思います。 OK、 ヒットしたらベックします。はい、よし、じゃあちょっと雨降ってきそうなんで、一旦車に撤収したいと思います。家じゃなくて車に、はい、戻ってきました。ここにずらっとトランシーバーがあるんですけども、ビビビビビビビッとなったら青がヒットしたということですよ。来た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 、かかってないかもしれんな。走っただけか。あ、かかってないね。かかってない。あー、かかってないわ。
ワンバイトあったね。煽った時にすごいラインが緩んでて、リールを巻いて回収してくるともう寝かかってたので、まあ、今の僕の考察ではセットされてる仕掛けに、魚がこう当たってズル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 っと仕掛けが引っ張られちゃった。動いちゃうんで寝かかる。で魚は外れる。で僕が駆けつける。糸が緩んでる。張ってみる。あー寝かかってる。多分こういう状況だと思います。結構長いこと待ってる釣りなんで、こういう魚のすれ当たりって結構あるんですね。で今針もね寝かかって、こうやって針が伸びて帰ってきたんですけど、まあ、多分すれ当たりだと思います。この道糸を引きずるっていうのは、まあアウーはもちろん、コイ、あとボラも結構ね引っ掛けていくんですけど、アウーかもしれんすね。いやまあでも仕掛けとしては機能してます。このね針がちゃんと伸びて根掛かりを回収できるっていう仕掛けは機能してるんで、いや続けよう。ちょっと雨降ってるけども、いやドキドキしたな。よし入れ直しますよ。雨です。めっちゃ雨です。もうこのまま夜釣りに入ろうと思うので、気持ち近めを攻めます。って言っても1メートルぐらいですけど、おっと草がついておる。こういうのはしっかり取った方がいい。よし、このままもう、夜の部に突入していきます。仕掛けの入れ直しですね。すみません、めちゃくちゃギヤヒ低いんですよ。思いっきり回収しないとね根がかかるんです。あーしんど、根がかりせず帰ってきました。よし、とりあえずこれでこの仕掛けは今日一日ね機能してたってことが言えるんで、はあ、もうほんと回収がマジで大変。 OK、 じゃあこんな感じで一つずつチェックして、根がかってたら仕掛け変えてね、根がかってなかったらそのまま投入という感じで、夜の部に移っていきます。いやー雨すごい、雨がすごいです。びっしょ濡れや。あー寒っ。これも魚釣りです。天気は選んでられないんで甘んじて受けます。冷た、別所濡れや、どうしよう。はい、とりあえず初日の日中編終わりました。まあ一回お触りありましたね。ドキドキしたな、久しぶりに、車から飛び出しました。残念ながらね、フックアップしませんでしたけど、まあでも気配は感じたので、明日明後日とちょっと期待が持てます。あいにくのね天気でちょっとねすごい雨降っちゃってるんですけど、まあ、こればっかりは仕方ない。雨も楽しんでいきたいと思います。明日明後日とね晴れるんで、ただちょっとね今度明日はまた風が強いっていう方なんで、仕掛けが安定するかどうかね心配なんですけど、まあまあ本当に天気はしょうがないです。何度も言うけど、雨も晴れも強風も、どんな天気でも僕は青を釣ったことがあるんで、天気は言い訳にならんす。はい、なのでまあこの後ね夜かかるかもしれないですし、引き続きね、ちょっと車での待機になりますけども、バイトアラームが鳴ることを信じて、待ちたいと思います。
あったまる。寒かったからな。はい、特製もやしラーメン出来上がりです。いただきます。あー、うまい。シャッキシャキ。しかし釣りしながら食う飯ってマジでうまいですよね。やばいぐらい降ってますよ。春の嵐ですね。ほら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 、もう車動くもん。おお、すっげー嵐だ。嵐の後って感じだな。めちゃくちゃ全部竿左向いてる。はい、竿を入れ始めております。昨日の夜は大嵐だったんで、ほぼほぼ寝がかってました。そんなことで2日目頑張っていきたいと思います。今奥の2本仕掛けをセットしました。使いたいと思います。じゃーん、ミサイル。はい、早速ミサイルで巻いていきましょう。この赤いボタンを押すと開くと、非常にシンプルな作りですな。そしてうおーい、開いたー。 OK。 はい、朝のルーティンワーク終わりました。今日はね、ご覧の通り大爆風です。なんか僕のイメージで仕掛け入れるときにこの強風ってのは一番良くないんですよ。狙った場所にまず落ちにくいですし、タニシもね、的確にピンポイントで巻くことができないけど、今日はロケットで巻いたんでバッチリです。タニシがバーンってなることなくピンポイントで巻けました。もうなので、ちょっと根掛かりは多発するかもしれんすけど、コマセ自体はうまくいったと思います。めっちゃくちゃシーバス釣れそうな荒れっぷりっすね。やばいよこれは。2日目はもうこれで終わりだね、きっと。あっという間に1日が終わっちゃいました。2日目、今日も夕日が綺麗だ。夜用の仕掛けを投入しました。やっと日が暮れてから風が落ち着いてくれました。あるんじゃないの今日夜ね。昼こんなガチャガチャしたからちょっと静かになった夜に期待ですね。よし、待ちましょう。まあこの釣りの醍醐味の一つは仕掛け作りかな。餌釣りってこの仕掛けをね、あだこだ考えながら作るのが結構楽しいんですよ。ごめんなさいね、めちゃくちゃ鼻声で花粉症なんすよ。来た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 。来たぞ、かかっててくれ。よし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 、かかってるかかってる。よし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 、来てる来てる。よしよしよし、あ、来てるぞ。
しゃ。よし、かかってるかかってる。緊張するぜ。夜のファイトだ。ゆっくりやりますよ。来たよ。やべえ、マジでやべえ。じゃあ潮流走ってるよ。ああ全然浮いてこない。すごいゆっくりなんだけど、めっちゃ重いんだよな、なんか知らないけど。スピード感はないのに、両手で竿を持ってないといけないぐらい重い。ブレイクから近づいて、遠ざかんない。ブレイク沿いを泳いでますね。あーやべ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 。おあやばいな。危ねえ。ブレイクに糸が吸ってるのが分かるんだよね。よし、取れた取れた取れた。ちょっと移動しようか。うわ、足元見えない。受け。でかそう。嫌がってる嫌がってる。おお、でけえ。よし。でかいな、これ。よし、浮いた。おお、たまらんわ。たまらん、たまらん。要するにかかります。よいしょ。ああ、体が持ってかれそうになるもんな。ちょっとでかいんちゃうこれ。ああ、よいしょ。浮いてこい浮いてこい浮いてこい。ああ、頑張れ石田さん。古き良き時代の石田伊沢、頑張れ。負けてます。もうブレイクの下に行かせない。竿を立てて、竿を曲げて、頑張って、浮かせて、浮いてきてくれ。お願いだぞ。よし、
うわ、まだこんなに。うわ。よいしょ。持って。うけぇ。よし。よし。うぅ。よっしゃ、うん、あ、バレた、うそー、バレちゃー、マジかー、バレちゃったー、ごめんなさい、ごめんなさい、マジで本当にごめんなさい、ちょっと放心状態で何も喋れないですね。おはようございます。結局全然寝れなかったです、悔しすぎて。はい、仕掛け入れ直しました。もう時間があと12時間しかない。今僕の気持ちはすごい大きな喪失感ですね、たまらんすね。いや、坂釣りって楽しいばっかりじゃないですね。特にこういう一発大物釣りは気持ちの浮き沈みが激しい。初日はいろんなことを試しながら楽しかったんだけど、2日目は悪天候で釣りならず、そして2日目の夜は待ち焦がれたヒットがあったのにもかかわらず取り逃がしてしまい、最終日です。あっという間ですね、魚釣りって時間が経つのが。魚をお見せしたい、時間はあるので信じて待ちます。もう一回バイトアラームをみんなで聞きましょう。もうやばいっすよ、もうこの風、テント吹っ飛びそう、誤報鳴りまくりです。風でピー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 、もう竿がブンブン揺れるからね、センサーが反応しちゃうのね。太陽が沈んでいく、なんか魚釣りの醍醐味の一つにこうやってね、綺麗な景色を眺めることもありますよね。いや、なんかちょっと幸せ、今日は魚釣れなかったけど、あの太陽が反対側に反転するまでの間きっとかかってくれると信じて青を待ちたいと思います。お、マジで来たぞ、来た、やばいやばい、これは予想外。2種類ね、バイトアラームを1個の竿に突きつけてるんです。もう1個のバイトアラームが鳴らないので多分誤報だと思いますけど、ちょっと行ってみましょう。異常なしだね、やっぱりマグネットが外れただけだ。焦る、残念ながら誤報でした。バイトアラーム、2つつけてるんです、1つの竿にね、万が一作動しなかった時に備えてね。2種類あって、1つはね風でも鳴っちゃうぐらい繊細なアラームで、もう1つはもう01のアラームなんですけど、01の方が鳴ったからね、繊細な方のアラームのねセンサーが
機能してないか電池切れかなって思ってちょっと期待したんですけども、01の方のマグネットが外れちゃってました。多分僕の予想はまたボラがギラッと道糸でこう体をって書いたりとかたまにするんですけど、そんなんでマグネットが外れちゃったような感じですね。はい、お疲れ様でした。結局朝までやりました。朝日が眩しい、悔しいですけど2023年も残念ながら青魚をお見せできませんでした。すみません、悔しいです。めちゃくちゃ悔しい。2日目の夜にねかかったやつを取らんとあかんのですね。本当に難しい魚です。かけるとこまでも長いし、かかってからも、まあ、特にこのポイントは取れるか五分五分、そんな釣りなんでめちゃくちゃやっぱりハードルは高いです。まあそれでもね、今年もチャレンジさせていただき本当にありがとうございました。あんな風に不甲斐なくバラしてしまったんで何も語る資格はないんですけど、やっぱでもこれも魚釣りだと思います。毎回うまくいくわけじゃないし、失敗することもあるし、ね、達成感とか満足感幸福感を得られる遊びなんですけど、たまにねこういう大きな喪失感に襲われる時もあります。皆さんもご経験あるかと思います。ロックショア何回も通ってヒラマサかけたけど切られたとか、欄干のシーバスかかったけどランニング寸前のエラー洗いでバレたとか、いろんな喪失感があると思います魚釣りって。でもね、その喪失感を乗り越えて魚釣りを続けていた先に、きっとその人のその釣り人の人生にとってかけがえのない宝物になるような魚との出会いが待っているんだと信じて、いつも魚釣りをしています。2日目の夜かかった青魚を残念ながらバラしちゃいましたけども、あの魚は次出会う魚との出会いの大切さをきっと教えてくれたんだと思ってます。なんで最後あんな抵抗したんだよってあの時は思いましたけども、今となってはもしかしたら次のステップへ行くためのいい宿題をくれたんじゃないかと思ってます。もしもねチャンスをいただけるのであれば、懲りずに頑張りたいと思います。